この街に。助産師として37年の経験を持つ徳本千秋、4児の母であり5人の祖母でもある。総合病院を経て現在の松山助産院で15年目。自身の出産の経験からより自然な出産を促し、母子に寄り添う助産院での仕事を選んだ。赤ちゃん自身が十分にお腹の中で育って準備が整ったら、まあ、赤ちゃんからサインが出て、そして陣痛になってくるんですけど、そういうこう体の生理的なことを考えると、それが自然なのかなと思いますけど、神様はすごいなとまあ私もここに来て14年ぐらいになるんですけど、お産した方はすごく幸せだった、いいお産ができたって言われて、そういう思いを出産してそういう思いを持った方はまた産みたい、また来たいって言ってくださってまして、そういう方が増えたら子供増えるんじゃないかなと。ですからたくさん産んでる方も助産院では多いなと思うんですけどね。私自身も4人、すごくこう幸せなお産ができて、また欲しいなと思いました。